毎度岩本でございます。またまた緊急動画アップです。先日北海道日本ハムファイターズ栗山英樹監督が10年目の采配へ突入すると、まあその件について OB 解説者岩本が、まあ、いろんな来季への展望などほぼ肯定した分でね、皆さんにお届けさせていただきましたけども、そのフィードバックがすごい、すごすぎて、ちょっと早めに空港に着いた岩本は駐車場の一角で、得意です、緊急動画アップは駐車場よくありますよ、皆さんにメッセージをと思ってます。まあこのフィードバックが、うおー、読み上げるのも怖いぐらい、というのはね、厳しい意見が大半です。こんなに厳しい意見をもらうのは初めてというよりもやや炎上ぐらい、まあ、それについてちょっとお答えしようかなと。非常采配を行うと、おっとちょっと待って、岩本先日の動画で非常采配、まあ鬼になる、あの栗山監督のそのコメントを、その采配ということをね、はいさい言うてもたね、はいさーい、そのちょっと前に沖縄の人と電話したらついついはいさい言う言葉が出たさ、ごめんね、人だから人間だから間違えることもあるよ、えらいすんまへん。まあでもそういう指摘も嬉しいですよ、皆さんこうやって動画見ていただいてる証拠ですからね。その中で予算あったな、鬼になる非常采配、去年も言うてた、去年も言うとったぞと、でも今年もまた言うてたら来季のシーズンこんなもん見通しなんか見込めるかいというような意見が聞いてた。去年も言うてはったん知ってる、岩本は知ってる。でもそれを2回、今シーズン、まあシーズン終わっての来季に向けてのまあ契約延長でその監督がまたそういうコメントされたということは、まあ、これある意味もう最終ギャンブルですね。まあ背水の陣と歌ってるだけに、これは組織で言うとね、僕は別に否定している気持ちもなく、北海道日本ハムファイターズにただただ苦言を言っているのではなく、これはチームを構成している吉村ゼネラルマネージャーで栗山監督のお二人、そして親会社の日本ハム株式会社、その決定権を持たれている方々がこんなに、まあ言えばリスクのあるギャンブルに打ったのかと、ギャンブルに打って出たのかと、という意見は持ってます。はい、これは2021年成績が振るわなかったら、まあ言うたら優勝しなかったらぐらいのね勢いで、吉村 GM のにも申し訳ないけど栗山監督にも申し訳ないんですけど、これは責任問われます。はい、というのはね、選手たちも抜擢陣ばかりですよ、ドラフトピックアップでトレードなどなど、入社試験に合格してでインターンを受けながらでも徐々に叩き上げや会社の組織の中でどんどん勉強しながら自分の役職を手に入れていってる、そういう組織図と違いますよね。お前力ある、うちのチームの力になれるだろうと契約金まで叩いて取ってきた選手ばかり、成績残さなかったらみんなクビになっていくわけでしょ、そういう世界なんですよ。でそれは栗山監督も同じで、吉村 GM も同じ、チーム構成ね、それを分かった上で、まあ監督人事というのは、あの親会社の意見がすごく反映される、大半が。で、そこで、その、それぞれの立場の人が、吟味に吟味を重ねたミーティングの上で、10年目の采配に突入ということになって、これは親会社も、で、チーム構成を担当されているゼネラルマネージャーの吉村さんも、で、指揮を振る栗山監督も、みんながこれ大ギャンブルなんですよ。まあ、ギャンブルって言ったらちょっと語弊が出るかもしれないんですけど、来年結果が出なかったらもう総入れ替えの可能性もあるんですよ。でもそういう厳しいハードルをわざわざ立ててね、挑んでるそのシーズンに向けて、OB 解説者が苦言ばかりは述べれないですよ。どうせやったらもう OB 解説者として、こんなリスクを感じながらでも、メリット、デメリット、デメリットがこれだけ囁かれる中でも、挑んで、素晴らしい成績を残した信念が詰まっているファイターズだっていうのをやっぱり世の中に届けたい。これは OB 心です、はっきり言いまして。でも、皆さんがフィードバックでくれた、去年も言うとったやないかいと。ほんで、ズバリ、もうマンネリの野球は見たくないと。まあ、これはもう采配についてですよね。ほんで、ドラフトピックアップでも、今まで、取れる選手じゃなくて取りたい選手、一番その年でレベルの高い選手をピックアップする、阪神に入団するだろう近畿大学の佐藤、あれでもええんちゃうんかとかいっぱい意見くるんですよ。僕の野球観で見た時には近畿大学の左バッターの佐藤君やったかな、うん、彼にはすごく魅力感じて、彼がもし
ファイターズに入団することになれば清宮も伸びるだろう。で他のこれから伸びる若手の打者が多いから、そのどんどん底上げが図れる。そして中田翔をはじめ中堅からベテランに差し掛かるその選手たちがガンガン底上げ来るということは、自分たちのレベルも上がっていくなど、こう描いたぐらいです。でもね、縁がある、まあ、いわゆる北海道ドサンコの方ですよね、その伊藤君、あの北海道出身のそのピッチャーの能力が高く、ファイターズのニーズにぴったりハマった選手だからこそピックアップしたと思うんですよ。でも周りの目はやや厳しさもあります。これは賛否あって当然ですよ。プロ野球の世界、抜擢人ばかりの組織ですから、活躍せんかったら誰が責任取るんだって、そんなんばかりなんですよ。でそういうのも全部踏まえて腹をくくってドラフトで人事、まあ、そう着手されてるんですよね。ね、もうズバリね、こうやって来てる、まあ、匿名の方もおられて、もうズバズバ来ます。はい、そこで、ああ、それね、僕も思てますいうこといっぱいあるんですわ。はい、もう采配が滑ってるいう人もいるし、うん、あら、ああ、岩本はもう吉村 GM や栗山監督に洗脳されてるんかい。本音言ってるには聞こえんぞと。いや違うんですよ、これ本音っていうのは僕が動画配信してるのも本音で、今ここでまあ言うたら言い訳動画やね、それも本音。意見の中に、いやいや吉村さん、もうねご数年結果出てなくて、やっぱ新しい風吹かすには、まあ、大胆なその人事もチェンジしていかなあかんのちゃいますかっていうような意見も実際ありますよ。で栗山監督も、栗山監督数年ずっと一緒ですやん、若手の気を見ててもあれだけチャンス与えてるのに結果全然出てませんやんと。だったら2軍でね、厳しい野球とはっていうのを肌で感じさせてヘロヘロになるまで精進させたらどないでっかっていうような意見も実際持ってます。でもそれはね、実は一番言いやすいことなんですよ。結果が出てない組織やその指揮を取られてる監督の方に重箱の隅じゃないけども、できてないことをガンガンつつくっていうのは一番簡単な評論、一番簡単な解説じゃなく、それを言われるのを、ほんで周りの目がそう厳しくなっていくのを分かっているのにもかかわらず、そこに踏み込んでいくわけとはというのを、僕はやっぱり OB 解説者としてそれを伝えなければいけないと思ってね、皆さんにメッセージを送らせてもらってるんですけど、じゃあ前回のその動画ではまあ伝わりにくかったでしょうの方の、延べ数万の方の視聴の中でもうこんなにフィードバックもらったのは僕初めてです。もう一丁これ上げとかなあかんなと。それはね、何回も言いますよ、こんだけ順位が悪くて、で若手育成に定評のあるファイターズ、両方かんばしくないですよ。もう順位なんか5位でしょ、で若手1割バッターの清宮君でしょ、で吉田輝星何年経っとるんや、まあ2年か3年目で、他のピッチャーたちもドラフトピックアップして数人しか活躍というか戦力になってないやないかと。これは帳面弾いて、私たち数字絞り出したところでもそれは簡単に言えることなんですよ。でもその辺に対してファイターズはどう着手しているのかっていうのをもっと深掘りで見ていかなければいけない。そういった意味では勇気を持ってこの人に監督をもう一回託してみようという、僕はファイターズの勇気をコメントさせてもらったんよね。それは辛いコメントなんぼでも言えますって。僕がもっと言いたいことは、2023年に開場されると言われる新球場あるでしょ、その開催は新しいプロ野球の新しい歴史がしっかり刻まれるんですよ。先日僕今の工事の状態見学行ってきました。すごいよ、すごい。世界中のボールパークのいいところ取りを全部して、ほんで可能な限りね、全部ピックアップして可能な限り実現に向けて動いてるんですよ。何事にも理想があります。ボールパークもそうでしょう、戦い方もそうです、チーム作り組織作りもそうです。理想を描いた上で目の前の現実と戦わなければいけないですよね。その今理想形は今作ろうとしてるんですよ。でも23年開場されるその新球場に向けて、今の現実を真摯に取り組んで目いっぱい頑張って成績出さないと、これ2023年の会場どちらかが一番困るんですよ。もう札幌という中心エリアから少し離れた北広島にその球場を作る、これだけでもリスクがあるんですよね。でもそこで勝算があるんだということで、ファイターズが思い切って莫大な資金をそこに投入して、まあそれがもう今動き出してるわけでしょ。だから僕がね、客観視の上でファイターズの今の在り方に言えるとしたら、その新球場でスタートする前に
もう一度強いファイターズと、もう一度人気がしっかりそこに充実している組織を作らないと、これ怖い。これ僕ね、これ言うのやめとこうと思ったんですけど、皆さんのフィードバック見たら、これやっぱり OB 解説者としてこれ言わなきゃいけない。こっからしっかり改めてね、ズバリちょっと冷めてますよね。北海道の方の一番怖い、熱しやすくて冷めやすい、それがちらっと見えてきている。でコロナ禍の影響でダメージも大きい、だからそのしらけかけてしまっている現状を覆さないと、2021年と2022年、これめちゃくちゃ勝負なんですよ。そこに栗山監督がまだ10年目のシーズンに突入ということは、私たち周りにいる人間は拍車かけなきゃいけないという使命もある。何でも言いますよ、かなりコメント何ぼでも言えます、好き放題。しかも電波に乗せて自分もそこに携わっている身として、やっぱり反映したいという意識からするとオブラートも必要であったり、そしてまたこうやってフィードバックがあった時には説明を皆さんに改めてしなきゃいけない、この繰り返しです。これが理想形に向かう現実と戦っている様なんですよ。ご理解いただけましたか。これ言い訳でも何でもないです、辛いコメントは何ぼでも言えます。通年4やねんから、みんな一層変えろよと、ね、監督もコーチもみんな変えて、でドラフト戦略ももっともっと見直せよというような意見がありますよ。それは僕が本当にそれだけ歌う時には、実際その方々と何かこうディスカッションできるタイミングがあれば、チャンスがあればそういう意見を言わせてもらいますけども、間接的には僕はあんまり言わないようにしてました。はい、まあ相当今もエクスキューズつけながら喋りましたけど、やらなければいけないことが今山積みであるファイターズ、そこに親会社とフロントと現場がもう吟味に吟味を重ね、ディスカッションして出した答えが、そのスタートのまず形をみんなに発表したわけですよね。温かい目で見てください。そして結果が出なかったらどんどん言ってあげてください。ああもうはっきり言います、これで結果出なかったらもう来年のもう春以降に結果が出てなかったら岩本辛いことしか言わないですよ。だってもう肯定できなくなりますもん。この時点では頑張ってくれ、その気持ちも強い。でも解説者としてもうこの背水の陣と歌っているその組織が成績出なかったら、だからこうなんですよ、何々だからっていうのをたくさん私はコメントさせてもらいますんで、そちら改めて期待してください。ちょっと熱くなった、毎度お気に入り。